はい、48グループ1のいろじろ AKB48 の長野聖香です。よろしくお願いします。こんにちは。昨日は山梨県でラジオでした。お疲れ様でした。今日寒いね。寒い寒いです。寒い中ありがとうね。こちらこそ本当にありがとうございます。16時スタートだったんですけど、結構早めに並んでね、来てくださった方もいてたみたいで、本当にありがとうございました。ももちゃんと山梨を前日と当日に満喫して、でラジオに出演して、とっても楽しかったです。寒かった。いや、衣装が半袖だったのね。長袖かなと思ったけど半袖で、なんかよく昔真冬でも半袖でイベントしてたのがちょっと懐かしく感じた。この感覚久しぶりと思って。今日も寒い。温泉はめちゃめちゃ気持ちよかったですね。本当に温泉、石和温泉って聞いたことはあったんですけど、あんま知らなくて、でいろいろ調べてたら、そう、温泉めっちゃあると思って。温泉施設とそのホテルみたいなのがいっぱいあって、地図見たら、サウナも入れたし楽しかったです。ぶどう狩りっていうのを初めてしたんですけど、人生で。シャインマスカットかめっちゃ食べた。本当に一房切って食べて、でもぶどう一房なんて一気に食べたことないから、めちゃくちゃ甘いし、すごい糖度21って言われたね、私が撮ったやつ。めっちゃ甘かった。でその余ったやつを持って帰るっていう時に、その袋に入れてもらってたりしたんですけど、その時にそこにいたあのお店の人が、こっちは糖度 25% だから食べてみって言われて、食べたらめっちゃ甘くて美味しかった。めっちゃ美味しかったです。もうすごい食べた後の糖度 25% のぶどう3粒いただいたんですけど、すごいお腹いっぱいすぎて、こんな幸せなことないなって思いました。
タクシーで結構ももちゃんと2人で移動してたんですけど、最初タクシーホテルの人に呼んでもらって、で観光みたいな聞かれて、はいみたいないろいろ答えてたら名刺くれたんですよ。タクシーあんまり通ってないからいつでも連絡してって、この番号に。でもうその方にめちゃめちゃお世話になって、そうぶどう狩り行って、その後もタクシー使うときにすいませんって言って来てもらって、お世話になった。めっちゃで、その住所とか言わなくてもなんかここでみたいな、その場所の名前をパッて言ったら、ああオッケーみたいな感じですぐ走り出してくれて、めっちゃ助かった。タクシー号使おうとしたんですけど、あの対象エリア外って出てくるの、だから呼べなくてどうしようって思ったけど、まあ駅とかに行けばめちゃくちゃタクシーはあってよかったんですけど、とてもあのそうですね、助かりました。なんか結構そのお仕事終わりにどっかご飯行くとかはあったんですけど、お仕事の前に前乗りしてなんかしっかり旅行みたいな、プチ旅行じゃないけど本当にこんなに満喫したのは久しぶりだったので、旅館とかホテルみたいな、その敷布団タイプのホテルに泊まるのも久しぶりだったので、あのとても癒されました。ももちゃんと行けたっていうのがもうめちゃくちゃあの素敵ポイント、めちゃくちゃ楽しかったポイントですね。ハマちゃん絶対行きたがってたでしょ。さよなは呼んだんですけど本当に来ようとしてて、でもそう諦めてた。ベビーカステラ食べた？食べました。マネージャーさんが卵焼きとベビーカステラ買ってくれてて、そのステージ上でね、そうラジオしてる時にこの屋台の中やったら何食べたいみたいな質問があって、私はベビーカステラいつも食べるのでベビーカステラって言って、でももちゃんは卵焼きって言ってて、で終わってから買ってきてくれてて食べました。美味しかったです。あの卵焼き久しぶりに卵焼き食べて、私最近卵自分で買わなくて、もう冷蔵庫に毎日卵あったのに本当に買わなすぎて、っていうかスーパーにあの行っても買わなくなっちゃって、買ってもコンビニのゆで卵なんですね。だから久しぶりの卵焼きで、そう美味しかった。甘めでしたね。しかも
結構あったかいうちに食べれて、すごい冷え切ってた体が、あの卵焼きのおかげで、あの、あったかくなりました。今日はほうとう食べるあのほうとう本当に美味しくって、もともときしめんとか太めの麺の方が好きで、ラーメンは細い方が好きだけどね、うどんとかは太めの方が好きで、めっちゃ美味しく食べれたので、お土産でも買って、で食べたいと思います今日かぼちゃは家にないので入れません。ほうとうにかぼちゃ入ってるのが常識って知らなくて、うんと思った。私が大阪で食べた時のほうとうも別に具なかったしなと思って、で昨日じゃない一昨日ホテルで食べたやつも、私は別に具ネギぐらい自分で入れれたんか、で全然具とかいらないからあったけど、私が食べてないだけだったのかな。でも乗ってはなかった、乗ってたら食べるからね。だから結構具なしでいろいろ食べちゃうっていうところで、あのそう、ほうとうとかぼちゃの組み合わせはちょっとびっくり。かぼちゃ好きですね。かぼちゃの煮物はまあ普通そんなにだけど、煮物がそもそもあんまり。お土産って人にあげるようじゃなくて自分で食べるようだったんです。もちろんもちろんそうですよ。頼まれたら買っていきますけどね。はい、頼まれたらし、なんかちょうどいいタイミングで会う人とかがいれば、あのお裾分けするけどみたいな。富士山全く見えなくて、そうタクシーで走ってる時も、本当はここにタクシーじゃなくて富士山見えたんだよみたいな言ってくれてて、わーって曇ってたのよ。あの私たちが行った日も雨降っててパラパラ、折りたたみ傘はいるなってぐらい降ってて、で昨日も割とずっと雨じゃない曇りで、本当に見たくて、でタクシーの運転手さんがおすすめしてくれた神社も本当はそう富士山とかが見えて綺麗な景色だからすごいパワースポットですよって教えてくれて、でめっちゃ行きたくて、でも天気悪いから富士山見えなかったら残念だなと思って行かなかったんですけど、でも私御朱印集めるのも好きだし、あの神社行くの好きなんで、すごいね行きたい、リベンジしたいですね。すごくそう御朱印欲しかったんですけどね、もう全然遠いしね、割と時間もそんななかったので、そう遠くてどこ行くにしても車必須みたいな
感じだから。そう、免許取ってたら自分で車でバーンって行けたんですけど、免許ないんで。そう、市タクシーだと割と高いじゃないですか、ちょっと走っただけで。なんか東京とか都会にいると全然車使わなくて、車欲しいとか全く思わないけど、免許欲しいとか。やっぱ田舎っていうか、どこに行くにしても遠い県とかに行くと、やっぱり、あ、車はほんまに免許取った方がいいなって思っちゃうんですよね。都内で駐車場は高いからね。ねえ、駐車場ね、確かに。あとなんか狭いイメージ、道が。バスってややこしくない？バスはたまに東京で乗りますけど、ドキドキする。ほんまに自分の行きたいところに泊まってくれるか、次どこか、すごい入念に見てしまう。電車便利。しかも3分に1回とか来るからね。そう、電車乗ったんですけど、山梨で。電車次っていうか、何分に来るかなと思ったら10分後とかで、あれみたいな。割と結構先やなってなって、うわ、そっか、東京と同じ感覚で考えちゃいけないねみたいな会話はしました。だけどなんか乗る電車が分かんなくてプチ迷子になったので、駅でまあちょうどよかったんですけど。富士急行きたくて、実は行こうと思ったんですけど、雨だったっていうのと、ももちゃんはあんまりアトラクション好きじゃないみたいな感じで、まあだけど戦慄迷宮っていうの、お化け屋敷は行きたいって言ってて、うーん、でもももちゃんってお化け屋敷好きじゃないよねみたいな話もしつつ、お化け屋敷に行くかどうか一旦置いといて、富士急で乗れる乗り物があるかどうか調べようって思って、で見てたの、その電車の中で。富士急に行く場合どれ乗れるかみたいな。で、新しくできたゾッコンっていうアトラクションは私めっちゃ乗りたくて、でなんか割とそんなに怖くなさそうだから、これは乗れそうみたいな。富士山とかさすがにあれだけども、なんか割とファミリーとか皆さんで乗れるような、そのそんなに激しくないよみたいなやつは乗れそうやから、まあ
行ってみようみたいな言ってたんですけれども、そう、まあなんかやっぱホテルから50分ぐらい車でかかるって書いてて遠いなと思ってやめたんですけどね。ですごいなぜかももちゃんが戦慄迷宮行きたがってて、私昔ももちゃんと小さめのお化け屋敷入った時に、あの私を置いてすごい猛ダッシュで駆け抜けていったんですね、お化け屋敷を怖いって言いながらすごい駆け抜けていって置いていかれたっていう思い出があるので、あのお化け屋敷行きたいってすごいキラキラした目で言われた時は、え、置いていくやんって言って、私のことを置いていくんだから絶対に行かないって言ってそう、でもめちゃくちゃ一回リタイアもできるらしいしみたいな、一回その雰囲気は味わってみたいみたいな言われて、いや置いていくやんって言って、でもなんか調べたらそのバンドペアで入った時はそのバンドをこう一緒につけて絶対に離れないようにするから大丈夫みたいな言われて、いやいやいやみたいなももちゃんって暗いところも苦手って言ってたな昔、暗いとこも苦手やんなみたいな、あのえみたいになって、絶対無理やんみたいな、なんであのそう戦慄迷宮に行きたいって言ってるのか分かんなすぎていやいやみたいなずーっと言いながら、そう電車で喋ってたんですけど、でもなんかその YouTuber の人とかが戦慄迷宮行ってみたみたいな動画上げてて、一回動画で予習しようみたいなこう言って二人で見てたの、その動画を。そしたらあーもうなんか満足してきたみたいな言ってて、なんか動画で見たらちょっと雰囲気味わえたからまあいいわみたいな言い出してだから結局まあ行かなくてよかったんですけど、すごいよね、お化け屋敷に行きたいなんて人生で思ったこともないんですけど、すごいね行きたそうにしてたからびっくりだったよね本当にほんまに行きたいんかわからんかった。そうのお化け屋敷の思い出は本当それなんですよ、ももちゃんに置いていかれたっていうのが思い出っていうか、私人生でそれが初めてのお化け屋敷だったと思うの多分。でもそれ以来っていうか、お化け屋敷に行きたいなと思ったこともないから、その時もももちゃんにここ行ってみたいみたいな、ここお化け屋敷行きたいって言ったから、えーって思ったけど、じゃあついていくわみたいな感じで言ってたら、もう一人ですごい怖がって、逆むしろ私がいや大丈夫大丈夫みたいな言ってで逃げるっていうその変な思い出が残ってるんですけど、でまあそれもいい思い出、もうそれがもうネタすぎて、お化け屋敷といえばもうそれだから本当にお化け屋敷での思い出はとか言われたらもうそれしか出てこない、それしかないからねふふ面白い。
そう、ももちゃんに置いていかれてから、私は一人で歩いてのこのことゴールしていきました。なんかそのお化け屋敷はなんか割と手作り感のあるっていうか、なんかそんなに怖くなかったな私的に。あ、すごい、こんな感じで初めて入ったから、あ、こういう感じの作りなんだっていう、そのなるほどねみたいな関心の方が大きくて、うんって感じ。なんかうわーみたいな、そういう音源は怖かったけど、うん、割と違う、ももちゃんが怖がりすぎてて逆に冷静になったかも。一人とかだったらうわめっちゃ怖いと思いながら走ってたかもしれないけど、そう、まあそんな怖くなかったね正直。いやでも戦慄迷宮はもう格が違うと思うの、お化け屋敷の。だから絶対に怖いなって思って、そう、しかもなんか所要時間50分みたいな書いてて、長みたいな、50分間もお化け屋敷に時間使いたくないっていうのが私の一番の考えなのでしかも50分だったら ももちゃん走って逃げたりしたら50分間走り続けないといけないから、逆にそれはそれで怖いって言ってたんですけど、多分その怖がってる時間も含めて50分だと思うんですね。普通だとまあ10分ぐらいで歩けるような道だと思うんですけど、うわーって驚く時間を含めたそのっていうのが50分、だからさっさと歩けば10分ぐらいで行けると思うんですけどっていう、そう、でも結構なんか動画見た時に広めだったから、どこの扉から出ていいのかとかが分かんなそうって思った。あの一本道とかだったら割と早歩きで行けそうだけどね、迷子になりそうっていうので、それも含めて怖いんだろうなって思った。でも富士急行ったら絶対に次ゾコンっていうアトラクション乗りたい。あと空中ブランコみたいなのも乗ってみたいし、あと A じゃないかは七瀬と山梨のイベントっていうかツアーの時にファンの方と一緒に乗った思い出があって、あれは乗れるって分かったので、怖かったけどでも楽しかったので、乗りたいですね、また。タン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 、めちゃくちゃそのあの伊沢温泉めっちゃ満喫できたので、次は富士山あたりの河口湖とかそっち系で旅行に行きたいなって思いました。はい、そうですね、
富士山が見れなかったのが本当にちょっと本当に心残りなのね。そう、あ、西武園遊園地行きたいんですよね。そうで、またタクシーの運転手さんの話ですけど、タクシーの運転手さんがめちゃくちゃ綺麗に撮れたその富士山のあれ見せてくれて、綺麗ってなったので、もっと見たかった、もっと見たくなっちゃって。そう、そう、で私が買ったシャインマスカットのグミはこれ、めちゃくちゃ美味しい。これワインのお店で買った、結構食べた、昨日の夜から今日の朝も食べたんで、こんぐらい減ったね。もう明日明後日にはなくなる。これめっちゃ美味しいんですよね。オクラはまだあります。でオクラは今ここにはないんですけど、オクラも美味しかったよ。また明日明後日でなくなる。それもシンゲン餅も今日の朝食べた、美味しかった。梅もありますよ、梅もね、はい、梅干しは酸っぱすぎる、めっちゃ美味しいです。ほうとうに梅入れても美味しいかなと思ったけど、よく見たらあの味噌味だったんで、ちょっと梅やめようと思います。うん、マカロンの下りで誰も突っ込まなかったの笑えたよ。だってマカロンは私の大好物だし、ももちゃんも私がマカロン大好きなの知ってるから、そんな突っ込むわけがないんですよね。わかる？好きな食べ物何ですかっていう質問に対しては、私はもうすごい真顔でマカロンですって答えて、でももちゃんはすき家の牛丼って答えてたんだけど、本当にお互いそれを知ってるし、昔からそれ言ってるから、まあまあ知ってる、知ってるよねみたいな。そう、全然突っ込まれるあれがよくわかんないので、そう、全然普通。ちょっとファンの方がにやけたのは見えた。ちなみに、ちなみにね、にやけてんなーって思ったけど別にそう、言い訳みたいなすると逆にあの疑われるんで、あの大丈夫ですけど、別に私も大人なんで全然ねそう、あれなんですけどでも逆にさ、私が好きな食べ物のところでなんていうの、梅干しとか答えてたら、いやマカロンちゃうんかいってなるでしょ。
逆にマカロンって答えてる方がそうだねってなるし、え梅干しに変わったのみたいに突っ込まれるから、そうだからそう無難にマカロンって答えるのが一番平和、本当に。だってプロフィールにも好きな食べ物マカロンって書いてるんだ、そこで梅干しとか変に答えたらあれみたいな、マカロンって書いてましたよねみたいななっちゃうから、そう。マカロンからのすき家のバランスが最高だったね。ももちゃん本当にすき家の牛丼好き、よく食べてる。ももちゃんは正直、いやいや私も正直ですよ本当に。まあそんな感じで終わろうかな。皆さんは今日の夜ご飯何食べますか？私はほうとうです。ピザいいね。焼肉かいいね。焼肉いいよね。私は厚切り牛タンとホルモンが好きです。キーマカレー自分で作るんですか？キーマカレー。うどん、カツ丼の予定いいね。ラーメン何しよう決めてないの。餃子作る？めっちゃいい鍋になりそう。確かに寒いからこれからめちゃくちゃお鍋増えそうですね。牛タン食べたいな。ジュジュエンラブ美味しいよね。ジュジュエン根岸の牛タン美味しい。ユッケ、ユッケ美味しいよね。わかる、ユッケ食べたい。それじゃあね、ランキングよ。もアフタートークもあるからね、私には。13位、ケンキザキアットセリちゃん、今日もまったり配信楽しかったよ、さんありがとうございます。書いてないけど。12位、シャインアット、私もほうとう食べたいさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、テキサスのロンスターアット、セリちゃんの配信で
すごくマカロンが食べたくなりましたさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位ヨッシーアット、温泉効果でお肌が美しいねさん、ありがとうございます。美肌の湯があったんです、それでスベスベになりました。9位ひーくんアット、シャインマスカット最高さん、ありがとうございます。それな。8位ホタルイカゆでみアット、ホタルイカ食べたいさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位トレオヤジアット、今日は見れましたさん、ありがとうございます。見てくれてありがとう。6位中心アット、セリちゃんの配信はいつも可愛いですねさん、ありがとうございます。書いてないけど。5位ナオティアット、マスカットのゼリー美味しそうだねさん、ありがとうございます。書いてないけど。4位マサノブアット、セリーちゃんほうとう茹でるの頑張ってねさん、ありがとうございます。書いてないけど。3位中心アット、セリーちゃんマカロンちゃんのグッズまだですか、もうすぐできます、そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。2位マッチンアット、セリーちゃんの私服可愛かったよさん、ありがとうございます。書いてないけど。そして1位はケンケンアット、今日の夜ご飯はマクドナルド弁当食べます、そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。はい、今日もありがとうございます。はい。MA1 聞いてたね。はい、あれです、私のイケてる羽織。あれ、あったかかった、めっちゃ。リバーシブルで、そのひっくり返したらファーになってるからね、すごくあったかかった。そんなステージ上以外寒いと思うことなかったね、あれ着てたから。ステージだけ寒かったね。うん、でも今年たくさんコートあるので、たくさん着回して写真とか撮りたいと思います。僕隊は今5曲覚えました。目が悪くなったんだよね。目ね、悪くなってますね。まあ、近くは見えますよ、さすがに。まあ1日1曲ずつ覚えても間に合うんで、うん、大丈夫。今日もこの後覚えます。明日も明後日も覚えます。し明後日も覚えるし、もうずっと覚える。投資リハ、いや、もうぶっつけかな、もう当日に合わせて
何曲か。リハの時間も限られてるからもうぶっつけの曲もあると思うけど、まあ大丈夫です。私の初日入ってください、皆さん。タン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 。土曜日シャンクスの T シャツ着ていきます。楽しみ。そっか、握手会やん。めっちゃ楽しみ。そうや、めっちゃ楽しみ。土曜日シャンクスの T シャツ着て、シャンクスの T シャツ見たことない。なんかグッズで、グッズ、ワンピース、麦わらストアのグッズとかめちゃくちゃチェックするけど、なんか見たことないシャンクスの T シャツとか、まあ、シャンクスに限らずワンピースの T シャツ着てる人見ると、これいつのみたいな会話になるからめっちゃいい何の話って感じやけど、本当にあのワンピースの話は広がりやすいから、ワンピース好きな人は私のとこ来た方がいい、よろしく。ちなみに今日 YouTube のライブ配信はホールケーキアイランドのあのところで、ビッグママにケーキを急いで作んなきゃ、頑張れみたいなとこで、なんか割と最近見てたから、あのめっちゃ覚えてたね、そこは。あ、次こうなってこうなってああなるなおーみたいな感じだから、すごいながら見してたよ今日も。起きてすぐ、もう着る服決まってるんだっけ。いや、1日は決めてるんだけど、もう1日どうしようかなと思ってて、そう滝冷ややこの T シャツ売ってたよ、寒そうおもろ、冷ややこは寒いね。コスプレはクリスマスサンタさんするから、今月はする必要ないんでしません。迷う、どうしようと思って、寒いもんね最近。あ、セーター T シャツのデザインってそろそろだっけ。セーターね、まだ着てないけど、どういうデザインにするか全く決めてないの。どうしよう。今日は手袋欲しくなった。マジか、そんな寒いか。明日も寒いかな。
皆さんも体調には気をつけてくださいね。私もいや割と疲れてて、昨日は本当にもう気絶したように寝たんで、遊びでもね疲れるものは疲れるからね。お仕事の方がそりゃ疲れるけど、その公演とかライブとか体力的には疲れるけど、やっぱプライベートで遊ぶっていうのもね疲れるからね。皆さんもお休みだから疲れないっていうのはそれはねないのでね、なんかビタミンでも取って体調気をつけましょう。あと3分喋ろう。あ、ドボンは夜時間見てやけどするので、またリバースとかでお知らせします。ここに口内炎できて痛いんです。喋りにくいしね。タンタンタンタタン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 。今日は富士山の入浴剤買ったので、それを入れてお風呂プカプカ入ります。握手会楽しみにしてるね。それな、私も楽しみにしてます。富士山見れなかったから、入浴剤だけでも富士山なんか青色なんだって水の色が多分スカイブルーのなんか色って書いてた気がする。多分ね。富士山の写真見ながら入ろう。いやーそれは別にしないけどやばいね富士山の写真。いやーちょっとね生で見たいんでね銭湯行くと大体富士山ある。わマジまあそんな感じでまったり
お話聞いてくれてありがとうございました。また明日はちょっと忙しいんであんまりしないんですけど、まあ、タイミング見てできる時にしたいと思います。ドボンはねなるべく時間合わせれる時にしたいんですけど、合わせられない時もまあしたりするので、マッチングしたらよろしく。じゃあ今日もありがとうございました。バイバーイ。